ナイススの戦いは268年または269年にナイスス付近で皇帝がディエヌス率いるローマ帝国軍がゴート族連合軍を打ち破った戦いである。この戦いやその元となった侵略は3世紀の危機の歴史上重要な部分を占めている。ローマ側の大象に終わり、残党狩りと皇帝アウレリアヌスの勢力的な努力により、その後数十年にわたって、 バルカン半島において、ゲルマン民族を排除することに成功した。3世紀のローマ史の文献によくあるように、ナイススの戦いに関する物事の経緯を再構築することは非常に困難である。この時代の現存する記録としては、ゾシモスの新しい歴史、ゾナラスの歴史概略、ゲオルギオス・シュンケロスの年代史先週、アテナイのデクシッポスの現存しない著作に、 基づいていると見られるローマ皇帝群像がある。デクシッポスの記述は4世紀頃成立したローマ皇帝群像に部分的に引用され、それが9世紀の東ローマ帝国で編集されている。デクシッポスは当時の有名な歴史家だが、現代の歴史家デビッド・エスポッターはこれを不十分な文献だとしている。そして困ったことに、 デクシッポスの記述に基づいた資料はナイススの戦いについて他の文献とは全く異なる解釈を提供している。また、コンスタンティヌス朝によるプロパガンダも事態の把握を困難にしている。というのも、コンスタンティヌス朝の祖先はクラウディウス二世とされており、その知性の記憶を汚さないために諸悪の根源はガッディエヌスミカドにあったとする傾向があったためである。結果として、 侵入の回数、事象の順序、どの皇帝の治性下で起きたことなのかといった点でも、議論の余地がある。したがって、この戦いが行われた、際の皇帝が誰で、軍司令官が誰なのかという論争に決着が、ついていない。1939年に侵入は1回だったとする、説を唱えるアンドレアス・ワルフォールディは、万族の侵入に立ち向かい、ナイススで勝利したのは、 ガッディエヌス以外にあり得ないと示唆した。この説は広く受け入れられたが、最近の学説では、クラウディウス2世が最終的に勝利を勝ち取ったとするのが普通である。侵入が2回あったとする説もある。本校では、校舎の説に基づいて解説するが、記録には混乱が多く完全な再構築はできていないことに注意が必要である。267年から269年の ゴート人侵略についての地図ナイススの戦いは267年から269年の間にローマ帝国領土内にスキタイの大集団が2度侵入した結果起きた。第1弾が侵入したのはガッディエヌスミカドチセイカで先法としてルール族が500隻の戦団で押し寄せ国会南岸で略奪を繰り返しビュザンティオンとキュジコスにも迫ったが撃退された。 彼らは、ローマ海軍に敗れたが、どうにかして、エーゲ海に逃れてリムノス島とスキロス島を襲い、さらに、キリシア南部のアテナイ、コリントス、アルゴス、スパルタといった、いくつかの都市でも略奪を行った。この時政治家でもある歴史家のデクシッポスが、アテナイの市民軍を指揮して、ルール族を北方に追いやり、そこでガッディエヌス率いるローマ軍と一戦交えることになった。ガッディエヌスは、 ダルマチア人の騎兵軍の助けを得て、マケドニアとトラキアの境界にあたるネッソス川付近で重要な勝利を勝ち取った。ヘルウル族の死傷者数は3000人と記録されている。その後、ヘルウル族の族長、ナウロバトゥスはローマ側との停戦に応じた。従来、このネッソスの戦いをナイススの戦いと同じものと見て、いたが、近年ではその見方は退りけられている。それどころか、 ネッソスでの勝利が決定的だったため、その後のガッディエヌスの強盗族に対する戦果は単なる、相当作戦でしかなかったという説もある。ガッディエヌスは、騎兵隊将校のアウレオルスの反乱を鎮圧するため、マルキアノスを現地司令官として残し、急いでイタリアに戻った。268年夏、ガッディエヌスがミラノ市街で別の将校の手で暗殺されると、 クラウディウス2世が皇帝即位を宣言し、支配を盤石にするために、ローマに向かった。クラウディウス2世の目前の課題は、ラエティアとイタリアに侵入してきたアラマンニ族だった。ベナクスコの戦いでアラマンニ族を打ち破ると、バルカン半島への侵入に本腰を入れて対処できるようになった。ゴート人戦士の19世紀の創造図。シャーロット・メアリー・ヨンゲ、ヤング・フォークス。 ヒストリー・オブ・ローマ、1880その頃、第二の大規模な侵略戦団が出発していた。スキタイの大連合軍がテューラス川川口に集結した。実際には、ゴート族とゲピド族とプシニーで、再びエ、ルール族が先導した。ローマ皇帝軍像とゾシモスはその規模を2000隻から6000十32万5000人としている。 この数字にはおそらく誇張があるが、いかに大規模な侵略だったかが伺える。途中嵐に遭遇して、国会西岸のいくつかの町に寄り道した後、ビュザンティオンとクリソポリスを攻撃した。コート族が小船の操縦に不慣れだったためマルマラ海の危険な海流で一部の船が壊れ、また一部はローマ海軍が撃破した。英華海に出ると、いくつか分隊を派遣して、 クレタ島やロドス島にまで略奪に向かった。本隊はテッサロニキとカッサンドレアを包囲攻撃しようとしていたが、ローマ皇帝の軍団が迫っているという知らせを受けて、バルカン半島内陸に退却した。その途中でも略奪を行っている。コート族ラワナイススの近くで北から進軍してきたローマ軍とぶつかった。この戦いが行われたのはおそらく269年であり。 誠実な戦いとなった。両軍に多数の死者が出たが、戦いが最高潮に達した頃ローマ側は一部の人をわざと退却させ、それを追ってきた敵軍を副兵で取り囲むという戦法に出た。一説によると5万人のゴート人が死んだという。クラウディウス2世の治世下では、アウレリアヌスが騎兵の総司令官を常に務めていたと見られ、 アウレリアヌスもこの戦いに加わっていた可能性がある。多くのゴート族が何とかマケドニア方面に逃走した。ローマ騎兵に追走され補給がままならないゴート族らは、ローマ軍は整然と彼らを追跡し、ハイモス山に追い詰め、そこでゴート族らに伝染病が蔓延することになった。一方的な戦いの後、さらに一部は脱出したが、再び追走された。捕虜は、 奴隷として軍隊に編入されるか、コロヌスという一種の濃度とされた。クレタ島やロドス島への攻撃に失敗した軍隊も退却し、その多くが同様の末路をたどった。ゴート族に蔓延した伝染病は追走してきたローマ軍にも伝染し、クラウディウス2世も270年にその薬病で亡くなった。この勝利の心理的衝撃は大きく、クラウディウス二世がゴテクスすなわち、 ゴート族を制したものと呼ばれるようになったのも、この勝利によるものである。しかし、ゴート族側の敗北がどんなにひどいものだったとしても、彼らの軍事力が完全に壊滅したわけではなかった。帝国の東では、ゼノビアの問題が発生し、西では、ガリア帝国が分離独立したため、ナイススの戦いの勝利は、問題続きの帝国にとって、ごく一時的なものでしかなかった。 271年、アウレリアノスは別のゴート族侵入を撃退した後、帝国の防衛を合理化するため、ドナウ川へ北のダキア族州を完全に放棄し、以後その領土が回復されることはなかった。ありがとうございます。